長年、えー、日本に、えー、訪れる機会を得ていますけれども、えー、この国に来られるということはとても特別なことです。Mm, in the でえー、最初はその非常に好奇心を持っていました。 え、そして、え、日本の作家、あ、そして、画家、そして、特に映画監督。の方々というのが、私がこの国にくる、ことを。そこに、もっと熱意を持つ、その理由となりました。あ、うん。うん、で、あ。 so sort of recently um for some reason recently uh my sort of outlook or my approach to japan and the japanese is a lot to do with buddhism そして、えーえー、どういうわけか、えー、最近私がこの日本という国に来るほ、えー、理由が仏教に何か関連することになりつつあります。Um, おそらくそれは私が年を取ってきているからだと思います。As you get old, you begin to think about identity. そして年を取ってくるとアイデンティティということを考え始めます。That I up with. そして仏教、仏教とというのは私が育ち成長していく中で私のアイデンティティの大きな部分です。I was born そして私は、えー、ガチガチの仏教徒の家庭に育ちました。<laughs> I, I was born in a country that claims 99% are Buddhist <laughs>。<laughs> そして私はあ人口の99%が仏教徒だという国で育ちました。<laughs> um, and then you know um, ever since i was 5 um as some of you may know in tibetan they have this tradition called reincarnation i mean everybody is a reincarnation of somebody <laughs> そして皆さんご存知のように、チベット文化圏ではこの生まれ変わりという伝統があります。で実際のところ、すべての人は何かの生まれ変わりなのです。

私たちはこの人たをたその生まれ変わりというふうに、えー、認められた人というのはそこで、えー、利害関係を持つ人になるわけです。Um,

そしてその茶道の儀式というのは社会にとって非常に大事なものです。とても重要なものでそこには経済的、文化的、政治的な影響力というのが存在します。 And then, know, respected. そして、えー、茶道の,の師匠のような人がいて、えー、その師匠がとても社会の中で尊敬されているとします。 え、so、でし、この師匠のおかげで、この佐道の制度であったり、仕組みであったりというのが非常に強,く強固に保たれているということです。Suddenly, しかし、その師匠となっている人が突然亡くなったときに。 シショー師匠の人が亡くなったきにその伝統を受け継ぐために、えー、受け継ぐ方法というのが、uh、一つは、uh、家族の中でそれを受け継いでいくということですね。 あるいは最も高いくらいのあるいは最も能力のある弟子がその伝統を継いでいくという方法もあるでしょう。ある you know,、like えー、その系譜を継いでいく人が、えー、その伝統を継いでいくそういうことも起こりうると思います。 But in Tibet, but let's say, oh no, uh, coming back to Japan. Let's say you have a tea ceremony master who dies, and then you have a, you look for the reincarnation of this master to hold this lineage. Can you understand? So it's a bit like this. それはとくのあるとくに関係していることですね。Um, Let's say this tea ceremony master who dies is a very, very powerful.Coming from a big family, everything. 有名な家族の出身だったりするそう,そういう意味でパワフルだというふうにします。But he dies, but his そしてその彼の首相さんの生まれ変わりという人がとても貧しい家庭の中貧しい家庭で生まれ育っている人だというふうに生まれ育っているとします。 そのような状況というのは、チベットに存在します。こ、um, えー、のような状況というのは、チベットに存在します。このよとのは、チベットに存在す。このような状況は、チベットに存在します。このシステム況いいは、このような状況は、このな状況は、です。Especially this, this system is very corrupted.

その家族からそのパワーが外に出てしまうということを恐れるということからそういうことが生じるわけですけれども、非常に人間的なその問題というのがここで生じているわけです。Okay、sorry, again, I'm going. You know, I'm not good at. I, I made a note today, so hopefully, hopefully, I will you know, not go. で。え、え、今日のお話のために重要な点をメモしてきたのですけれども、だんだんその一つの点に収束していくようにしたいと思います。ああまりこう寄り道をしないようにお話をしたいと思います。Remember, I said, first time I came to Japan as a tourist. で、最初に日本に来たときは観光客として来ました。I was interested in things like was karaoke.

その後、私の日本に対する興味というのは、小津安二郎の人、小津安二郎のような人によって、えー、形成されていきました。And people like Tanazaki. Tanazaki とか。But now, I'm coming here as someone who was trained or brainwashed, basically brainwashed, <laughs> to worry about Buddhist identity. <laughs> <laughs> しかし今となって私は仏教の訓練を受けそしてそれに洗脳されそして仏教のアイデンティティについて心配しているそういう人間として日本に来るようになっています。And as that now I'm 62 almost 62 and I come here as a <clears throat> Buddhist ステークホルダー、let's say. Not, not the good one, really mediocre one. <laughs> そして私は今、62歳になろうとしていますけれども、この仏教の利害関係者の一人として、それほど高いレベルのではなく、まあまあのレベルの利害関係者として、日本に来るようになってきています。<laughs> そんなに私は信仰心は深くありません。毎日そのことを考えているわけでもありません。 たまにそのことについて考えてみます。Because なぜなら私はこの仏教の、仏教のアイデンティティということについて考えるように洗脳されているからです。 で私はその,仏教,の仏教徒というアイデンティティのことについて考えたいと思ったのでまずテーブルの上に世界地図を広げてみました。で d は y s j の p a n e 地図を u d d h ま s m その中で気がついたのは、日本は古代には仏教の非常に重要な点でした。そしてそれから考えると、現代の日本の状況というのをとても悲しく思います。 そしてその原因の多くの部分というのは現代の日本においてアイデンティティが不安定になっているというところにあるのではないかと思っています日本人はアメリカの頭の上で心の中で 日本人はアメリカを頭の上、そして心臓の真ん中、胸の真ん中に置いているのではないかと、そこに置いているのではないかと思います。でも、そこに置いているのではないかと思います。でも、そこに置いているのではないかと思います。でも、そておきのではないかと思ます。でも、そこに置いているのではとます。 仏教に利害をを持つものとして皆さんが靴をどのように脱ぐかははそれほど私のの興味の、えー、関心の中心ではありま、okay. today. 今日私が申し上げることは推測にすぎないのです。科学的あるいは統計に基づいた証拠というのは私が申し上げることにはありません。私が感じたことを申し上げるだけです。その世界地図を見てみると、 コリア、Korea, once upon a time, a very strong Buddhist stronghold。韓国も、えー、古代には仏教が栄えた土地でした。で韓国の状況というのは、ここよりももっと悪いと思います <laughs>。日本人は物質主義だけを考えています。 しかし、韓国では物質主義だけではなくて仏教が忘れられ、そしてキリスト教が多く入っています。もちろん、理 r 理論、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 t 論、a 論、理論、理 h 理論、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  精神の道というのはあ分析することによって何かその解決されなければいけません。And through your also そしてまた、彼女のつながりというものもありますから、どのようであろうとも自由であるべき,のべきです。

I'm just expressing my feelings. It's all speculation. Because, as I said, for me, my identity, the only identity I have, I think, is I'm a Buddhist. That's it. Buddhist, maybe, sometimes a Buddhist teacher. That's it. で私が持っているアイデンティティというのは仏教とそれだけです。えー、時に仏教の死ということもあるかもしれません。Job, <laughs> <笑><笑>私がこの仕事から解雇されてしまったら私には実存的なその不安というのが訪れると思います。 ですから日本でどのようなお話をしたいですかというふうに聞かれたときに私はアイデンティティの危機、アイデンティティクライシスについて話したいというふうに言いました。But actually, I also want to talk about Heart s u t r a s h し a c i d o 私は般若心経についてもお話し,したいと思います。Because Heart Sutra is the answer to the ハンナ教というのは究極的なアイデンティティクライシスへの答えです。You know? この点についてはもう少し後ででお話しできると思い。ます <laughs> And I think we have, and we we are going to have more of this, more and more. crisis, and And I was told that there is something called artificial intelligence revolution. You know, artificial AI revolution. Now that's going to push us even more. アーバードクローサルトダイデ ltimate アイデンティティクライス。この、uh, 人工知能、AI 革命が起こりつつあるというふうに聞いていますけれども、これはさらにこのアイデンティティクライシスを進めていくものになると思います。Of course, Japan, you have

ブータンの若者たちに教える時に、私はこのような質問をします。What is the purpose of life?What's the meaning 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 of life?What でこれが彼らがアイデンティティクライシスを思っているという証拠です。でここでも私は推測からお話ししています。なぜなら、仏教とはあ人生の意義ということについてあまり語らないからです。 仏教とは人生というのは幻想であるというふうに言いますですからなぜその幻想に目的が必要なのでしょうか But these Bhutanese, they asked this question because they went to Christian colleges, Christian missionary schools. And the, in the Christianity looks like they make it sound like there is a file that God has listed. Your purpose is this. Your purpose is that.

私が感じるのはこのような同様の問題というのは日本でも起こっているだろうと思います。今 <laughs>、重要な問題なのはあ神はもう科学者たちによって解雇されてしまっているということです。人々が書いていることは、生きていこと生きていこいことているのは、生きていこは、ていることは、てとていまこていることいことは、生きては、ているは、生きていることは、生きていることているこているといることは、生きてている Maybe not in Korea. <laughs> 人生の目的について最初に書いた人というのはもうすでに首になってしまってもうどこかに行ってしまっているわけです。あ韓国ではそうでもないかもしれませんけれども。Is Yunten here? Yunten 来ていますか Oh, I'm sorry if I'm you know, teasing you too much. <laughs> あまり強く、ひどくからかっていたらごめんなさい。そう。But at the same time, please bear 私は日本の皆さんらかってみいいと思います。Yeah, I 日本人の多くの方々と同じように、ブータン人も西洋の大学に行くわけです。西洋の勉強の仕方をするわけです。Read Western books。西洋の本を読み。 で、そこには目的の意味あるいは意味の意味というのが書かれているわけです。で、それを読んでいます。で、なので、その人生の目的は何なのでしょうかという質問が出てくるわけです。 You know, 禅このような質問をもし道元禅師にしたとしたらおそ、no、らく彼は人生に目的などないというふうにお答えになるでしょう。<coughs>

Scientific? えー、少し、えー、科学的な心を持っている人は、目を持っている人は、彼らはこのような質問をします。私は誰でしょう <laughs> アイデンティティー・クライシスです。 I 仏教徒はこのような質問を好むかどうかあまり確かではない自信がありません。仏教徒は私は何だろうという質問の方を好むと思います。私は誰だろうというより私は何だろうという質問ですね。You know, if you read the なぜなら、なぜなら、なぜなら、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 なのなら、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 なすなら、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 な、course, you know, will, guess, no、な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 、 I guess, who am I? When? When am I? I guess you can also ask this question. When? When? That's a very big one. この <noise> 私は誰だろうという質問の他に私はいつだろうという質問もすることができると思います。そして創生、作られた時についてのその質問ですね。Buddhists don't like these kind of questions. で仏教とはこの,こ,のこのような質問もあまり好きではありません。また今にもいろいろな、えー、他の症状、アイデンティティクライシスを示す他の症状があります。How do I fit in this world? この世界とどうやってうまくやっていくことができるだろうか ?You can also ask questions like why should you fit in all of that? なぜうまくやっていかなきゃいけないんだろうかという質問もできると思います。And why should we feel so pressured to act in a certain way? なぜなんか何 ある行動を取るように、プレッシャーを感じるのだろうか。という質問もあるでしょう。I think some many of these questions, maybe are asked consciously. but. and if you are asking these questions consciously. I think you are okay, you are you are sort of sober. で、えー、このような質問をもし意識的にしているのであればあ大丈夫だと思います。おそらく正気でしょう。You know, this identity crisis, I bet two thousand years ago in Japan, the identity crisis is dealt by something so simple like Zazen. 2000年前の日本であればこのようなアイデンティティクライシスというのは座禅によってなくなっていったのだと思います。sitting、ただ座るということです。です And this method actually is relevant even today. この方法というのは現在においても有効です。But you know, in the process of what we call I しかしこの物質的に豊かになるようなその進展というのが起こることによって、えー、私はどのように人とうまくやっていったらいいか社会,と社会にフィットしていったらいいかというような質問が出てきているわけです。 So, when we ask the question how do we fit in this world, if the choice is limited, then, you are, then, then actually it's okay. <S で、えー、この社会の中にどのように自分がハマっていくだろうかという疑問があったときに、えー、その選択の枠がそれ,選択がそれほどなければあ、それほど大きな、えー、問題にはならないわけです。But, wow. しかし今日においては本当に、えー、多くの選択の余地があります。えー、それによって、アイデンティティクライシスというのはあより進化してしまうわけです。 Because we have overwhelming freedom. Uh uh In the process of trying to find the freedom, we are still bound by this insecurity of thinking. Um, ホこのフリーダム、自由の中で考えているときに、でも、しかし、この人々、周りの人々とうまくやっていきたいという、その希望の中で、それを選択し自由というのをせ選択をしているわけですね。So there, so Sense of but too much freedom, too much choice.: And never really have a uh, you know, proper conclusion uh, you know, to the question of what am I and who am I? そして自分が何か、自分が誰かということについての答え、その結論というのは、きちんとしたものに行き着くことはないわけです。But strangely, all this also makes you feel very alienated. そして、しかし奇妙なことに、これらが私たちをみんなこう、私たちに疎外感をもたらしているわけです。 so these are the identity crises that um just very general kind of um, what do you call it um, modern uh issue or modern dukkha <laughs> これが、uh, 一般的なレベルでにおいての、uh, 現代におけるアイデンティティクライシスで、それが現代の奴隷苦しみだと思います。Of course, t h、um, you know, more、um, what do you call it, um, どうじ同時にうねつや夢とゆったいろな思考を生み出すことにもなっています。So, in this context I think if we can um think back what was discussed between uh, Shadi Putra and uh, Avalokiteshvara uh, one will see some um, light in this この文脈においてシャリプトラと観音菩薩が議論したことというのをもう一度見返してみると何か意義が見つけられると思います。Um

He okay so there was this gathering in a place called Vultures Peak. Vulture's and we are talking about 2500 years ago. Uh, you could say it was on the Vulture's Peak, all the teachings of the Mahayanas have begun. でこのバルチャーズピークにおいて大乗仏教の教えが始まったというふうにも言えると思います。Okay.So Shari Putra asked Avalokiteshvara、ok、one question.Shariputra は観音菩薩に一つの質問をします。Um, and I'm going to sort of.What do you call it?、Hmm. ちょっと、あんまり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 と、あんまと、あんまり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 と、あんと,と、あんまりと、あんと、あんまりと、と、あんまりと、n んまりと、あん s りと、あんまりあ boy and a girl or man and a woman um acquire the transcendental wisdom and live with it or uh, act according to it so that's that's sort of, sort of the classic way of interpreting <laughs>

<Something> like, <え>シャリプトラはアバルクテシワラの質問です。しかし、この現代の文脈で言うと、この質問、シャリプトラの質問というのは、じゃあ、男女、人というのは、この社会において、どのようにアウトボックス通常の考え、 Oh, Do you know have the expression that. in Jap Japanese? Um, out of box? Yeah. Um, oh, not, a lot of the what, Japanese, uh, you know, writers and poets, they're really. They're I, I, I just said um, getting out from the ordinary way of thinking. Yeah. That, that's okay. the way I translated. it. Out of the box, going out of the box. Mm, so that's, that's the question. Basically, that was the question from in today's language. で現代の文脈で言うとこのシャリプトラが言った質問というのはそのような質問になります。Okay. To essentialize, l o s h v r a gave four boxes. で、その核心のところに迫るために、観音菩薩は4つの枠組みをそこに与えたわけです。Afrom、uh, one box you go out. で,で一つのその枠組みから抜けて、もまたもう一つの大きな枠組みに入ってしまうということです。 how to go out of n この般若心経が皆さん、え <noise>、先に、え <noise>、読注していた般若心経が言っていることは。こ <noise> の、一つの枠組みだけではなくて、四つすべての枠組みからどのように抜け出すかということを言っているわけです。

this is why i was saying prajana paramita sutra that you were reading as i was coming in this is one of the most avant-garde most progressive thinking system で皆さんが先に読んでいた「般若心経」というのは最も前衛的で進歩的なものであり今日に至っても色あせることはないものだというふうに思っています。<laughs> でそれは今日の世界においてどのようなその適応性有用性を持つのでしょうかという質問をお持ちかもしれません。 Every time we talk about the relevance, we are all, we have to talk. We have no choice. But we have to talk about, uhm, dukkha. で、このおい、いつもですねその、それがどのように今日の文脈に、えー、当てはまるかということから話さなければいけないのですけれども、おそこにはこの dukkha, 苦しみということがあります。Uh, I'm using the word dukkha instead of suffering. この、uh, 私は苦しみ英語で suffering とおっしゃってますけれども、uh, 苦しみという言葉ではなくドカ、uh, というサンスクリット語を使っているのはこのドカという言葉が意味するものの方がより広範な範囲のことを示せるからです。As long as we

でそれはその先ほど言っていた枠のことです。でその枠がなぜ良くないのでしょうらあ、これはこのその枠というのがとても魅力的だからですね。 えー、とてもうまく作られています。え、そしてとてもワクワクするようなものがその中に含まれています。えー、そして、えー、一見、えー、快適そうに見えるわけです。But each of these boxes are never perfect. しかしこの枠の一つ一つは完璧ではありません。そう、今日 not today, if not t 日 m o r は、o w definitely day after tomorrow, this b 何 x よ、s is going よ、o give you challenge. で何だよ、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 何何だよ、何よ、何だよ、るようになるでしょう、何だよ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 、何だ What we get so、でこの難題というのが私たちをガンジガラミにしているものです。Bootanese、so、people ask me, what is the purpose of life? で、b o o t a 人が私に、えー、人生の目的とは何ですかと聞いたときに、The person who is asking the question will naturally

この枠の性質、特質についてもう少し話をしたいと思います。Okay. <One> えー、一つのお特徴です。何かこう役に立つようになりたいでしょうか皆さん。S it? <S <laughs> それです。 <laughs> 役に立ちたいと思っていたらそれを皆さんはもうすでに枠の中にいるということになります。That でえ皆さんお子さんに何百万円もかけて学校に行かせていると思います。でそれはそのお子さんたちに役に立つ人になってほしいからだと思います。役に立ちたいという願いを持った瞬間にえいいおとりになっているわけですね。 You know, これがあドゥカ、えー、通常私はよく苦しみという答えをお言葉を使うわけですもけれどもこれドゥカですでそれはあ皆さんがあ自分があ脆弱になっているという状態です You want to be useful? 役に立ち自分のお子さんが役に立つ人になってほしいと思いますか And then でそして、えー、他の人たちはまた彼らの,その枠の中で、えー、暮らしている人生を送っているわけです。These are so many.Just to give you a few names.Yes a box called Eaton.Eaton という <laughs> 枠があります。These a box called Oxford.Oxford という枠もあります。They tell you this is going to make you useful. で彼らはあこれがあなたを役に立つ人にしますよというふうに言います。これ、えー、た私のお子さんたちが役に立つ人になりますよと言います。Course, by who h の v e learned your insecurity. 皆さんのお心の,その不安定さというのをよく知っている、えー、マーケティングの人たちが非常に注意深く選んだ言葉、遣いや写真やフォントによって、えー、そ,そのように、えー、誘われるわけですね。お、バイトウェイ、way, don't after ン、アトルー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 ン、アトル t ン、アトルーン、アトルー o アトルーン、アトルーン、アトルーン、アト r ーン、アトルーン、アトルーン、ア o ルーン、アトルーン、 <laughs> I'm just I'm just speculating I think it's good to speculate I think speculating is actually a modern day vipassana うん、えー、もちろん、このお話が終わった後に、皆さんが子供を学校にやらないということが起こるというのを。予測して、私がこれをお話ししているわけではありません。えす、ー、べて推測に基づいているわけですけれども。しかし、この推測というのは、現代におけるビパーサナであるともいうことができるでしょう。so。and then there's all kinds of things right, right, marking and、uh, you know like.。 Points and awards and ポイントやアワードやディプロマーなど、これは数々のボックスです。そしてその後に試験の祭典やポイントやあるいやディプロマといったようなものがあります。 Now in the process of falling into these boxes they actually also create many extra negative uh, what do you call it um um side effects えー、そしてこのワクノナカにオチーティーイクーソノカテーノナカで、サラニフノオフクサヨガオコロワケです。It's like you know, you have a cold and then you have you take an antibiotic, but the antibiotic

そしてこの負の効果ですねその枠組み先ほど申し上げたような試験の点であるとか何か賞をもらうとかディプロマを与えられるとかそのような枠の中それがもたらすその副作用の一つというのがその引き,こもりをもたら引きこもるようなその状態精神状態を作り出すということです。 と、uh, ても、それを多くのエクルーシブ eness と非常にエクスプレッシブなエクストロしてしまうこともありますし、ま、た別の時には、uh, 非常にその外に、えー、出るうということも起こります。い、yeah. and more bipolar.

もしこのようなもの,負の、えーえー、副作用というのはそれてしまうことを見つけたら、私はそれを見つけたら、ではそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、 I don't know how to put this in a more practical um, context. I'll, let me give you this example. Maybe your next Japanese Prime Minister, before he or she gets elected, he or she has to be a Shinto practitioner for three years. <laughs> Must, nothing else, just that. で次の首相、日本の首相がその首相になる前に3年間、神道の修行をしなければいけないということがあるとします。Because right now, you know, I 日本では今、どのようかど、どういうふうであるかよく分かりませんけれども、ヒマラヤの地域ではそうです。切り離されてしまっているということがよく起こっています。私のインドの友人が来ていますけれども、from South India. 南インドの出身の方です。 うん、で、彼は、uh, チャールズ・ディケンスや、あ、それ、チャールズ・ディケンス、あ、uh, <Shakespeare. S 1>、シェイクスピア、シャークスピア、シャークスピア、シャークスピア、あ、これ、あ、な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 、とな、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  イギリスの最初の国王の名前は知っていると思います。そして、ロンドンブリッジがいつできたかということもおそらく知っていると思います。香港からの、方今日、いも今日、ていると思いますていると思いますが、他の人も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 、他 で、彼らの中にはドラとかファニーという名前の人がいますけれども、それはイギリスでさえもう時代遅れになってしまった言葉です。で、like、そのようなことは日本でも起こっているか、起こっていると思います。もしかしたら間違ってるかもしれません。 でえー、最近まで私は村上のファンでした。しかし、れ、えー、を読んで、それを読んで、彼はそれほど切り離されてはいないというふうに感じます。He seems to really I 雪国を何回も読みました。Much, <laughs> で大部分は私はあまりよく理解できていないんですけれども。であっても読まずにはいられないわけです。それ,はあそれがとても美しいからです。 読み終わったあともそのことが頭の中に残っています。I want to go to some of this train trip that he has written.I don't know where it is. <laughs> で、えー、彼が書いたその列車での旅というのに私も行ってみたいと思っています。Like,、uh, like, I want to go to some of this onsen that he wrote.

えー、小津安二郎の東京物語です。End, film, I will, I sorry, 映画のストーリーののの最後のところをい言ってしまうのですけれども。 で、えー、二人の女性、若い女性があ、人生について話しているというシーンが最後の方にあります。The Setsuko the, the the, the Hara、right? でえー、二人の女性のうちその若い方の女優,女優さんの名前を忘れてしまいましたけれどもお年上の,人,のお人は原節子,原節子がえ演じていましたでその若い方のお方があ「人生ってこれだけなの?」と言って終わるわけです the the、えー、そしてそのシーンのお遠くの方からあ車があ列車が来るわけです。 I'm not Japanese, I have no you know, connection to the Japan, but because I feel Ozu is so connected to the spirit, I f even e e l me, I feel emotional.Ozu で、anyway,、やす次郎というのはそこのそそこにあるその spirit、精神に非常によくつながっていたので、私も非常に感情的になってそのシーンを見るわけです。 私たちは、その場合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 は、d の場合は、そ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 の場合は、 100年前1000年前この切り離されているという問題に日本人はただ座るということで解決を見いだしていました。

そして、えー、何かこう対抗するような仲間から逃れたい逃げたいか、えーえー、何か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 何何か

それが国であれ、人であれ、それほどその違いには大きな問題はないと思います。Yes. And then, restlessness. そしてその落ち着きのなさ、あるいはそのじっとしていられないというような感覚ですね。 Remember I was talking earlier about how much choice we have. We just have so much choice. Oh my goodness. Even just one store, 7-Eleven. で、一つのセブンイレブンの中でさえ多くの選択肢が私にあるわけです。選択肢がありすぎです。 そのに多く選択肢を持ってながら、同時に私たちは疎外感を感じているわけです。 Talking about the box. <笑><笑>えこれらがその枠ですね。それについてまだ話している最中です。もうの枠で最後の最も重要なものです。センシティブ、センシティブ、エン,ンセンシティブ。で、えー、敏感さと鈍感さですね。<スープ>私は g to j a p a す。 それは日本に来つつあるというふうに感じます。This is going to really pull, I mean, this is going to, I don't know, this is going to test us、うん。それは私たちを試すことになるでしょう。Um, you know, just these two, you know, being sensitive. And insensitive, just so complicated. <laughs> um, sometimes, I don't know, like you don't like when somebody is too sensitive, or you don't like somebody, the same somebody. Uh, You don't like when they are not sensitive. I don't know. It's so complicated. <laughs> で、誰かが、uh、敏感すぎてもあまりそれをいいと思います、思わないですし、えー、同じ人が、uh、ちょ少し鈍感でもそれもいいと思わないわけですね。えー、非常に複雑なことです。Sometimes, you know, you like your partner to be like a lonely dog, pet dog. 時々皆さん自分のパートナーがその孤独な犬のようであったらいいなというふうに思うわけですねいつもその、えー、尻尾を振って,てこっちに向かってくるというような。で時にはくたくたになった野菜のようであったらいいなと思,思ったりするわけです。

えー、ギャテギャテ、ハラギャテ、ハラソーギャテ、ボジイソワカ。そう、yeah. so, okay? you know,、それがシャリプトラが聞いた質問です。はい。いいでしょうかという質問です 4、えー、つの枠を。私たちは超えていかなければいけません。どのようにしたらいいでしょう。アブルクティシュは、give us f

We, you know, すべてこの四つすべてについて話す時間はないわけですけれども、この中からどれについて話そうか考えています。<laughs> um, すべ、okay. like、てのブッダの教えというのはいつも矛盾に満ちているわけです。なぜだかお分かか。でしょうか Because we have to, okay, remember で、えー、この枠があって大きな枠の中にまだ少し小さい枠があってその中にさらに小さい枠があるというふうになっているわけです。So we need to say let's go out of this box. We are talking about the small. で、えー、この枠の外に出ようと言ったとに私たちはまず小さい枠のことを言っています。b u We also don't want to settle into the second box. So, the instruction that is given regarding the first box must be defeated by the instructions that is given for the second box.

もう一、ん、度、私はそれをしていすをお受けしたい,と思います。これについては、あまり長くお話ししすぎると退屈になってしまいます。ので <laughs> でおそらくその仏教の教えを受けに行かな,くなって行かなくてはいけなくなってしまうでしょう。Okay, now, to explain these four things, let's go back to our Bhutanese question. この4つの枠というのを説明するために、Bhutan の礼に戻りましょう。What is the purpose of life? 人生の目的とは何でしょう ?There is no purpose. えー、目的などありません。That is the first one. それが最初のものです。But t h e h a t k n e s s、ね、あ、ごめんなさい。え、シキフー、シキフー、イクーです、ね。<laughs> <laughs> うん でそ,のその目的がないというのはも,もう一つの枠,組みな枠になっているわけです。

最初のワクの中にいたならばそのは2つ目のワクで言われていることを理解するのはとても難しいわけです。3つ目のワク、I will be discussing more about what do you mean by purpose? っていうのはどういう意味でしょうかそして、人生というののの意味も大きくでしょう。今、何がない ?Life. What is purpose of life? What is life? What is purpose? 人生の目的とは何でしょうかという,という質問になるわけです。So you, 基本的には、そこを超えていかなきゃいけないわけです。You need to get out of this notion that you have a life and therefore you have a purpose. 自分には、人生があり、そして、もっていがあるというそこを超えなければいけないということです。 えー、そうすると、しかし、えー、すぐにその4つ目の枠があ現れます。私、えー、しかし、人生がないとも言っていないわけです。それはすでに枠なのです。Anyway, um To what you call it, more simplified all these statements which I've just told you. <音><音> Using the word form is emptiness, emptiness is form, you know, the fourth statement. でその式風、意空、空風、意識、えー、そこに続くその4つの言われていることですね。そを使いながら。で、その式風、意空と言ったときに仏教とはそこにあるものがないというふうに言っているわけではありません。 それよりも何かが本当に真に存在しているということにとら、えー、われていることをおに懸念をしているわけです。懸念を持っているわけです。

自分の顔があって。しかしそれは鏡の中に自分の顔がいってしまったということではない。それがこの四季風、イークというのが示していることです。で しかし、その鏡の中のお顔というのは何も損なわれていないわけです、ね。何か失われているわけではないわけです。function of that reflection still happens。ですから、その反,、えー、反射の機能というのはそこで機能しているわけです。That is what we call emptiness's form。それがあ空、風、意識の意味するところです。 And this emptiness and the form, they are not like two entity. So that's the two uh, later statement that emptiness is not other than the form form is not other than the emptiness. ですから、このことがその後半の二つですね、色足、税空、空足、税色が意味していることです。The conclusion is, in the h a s r a 般若信仰が結論として言っていることは、アイデンティティのベースとなっている自己というのは、幻想以外の何者でもないということです。 現象と言ったとき、幻影と言ったとき、それは存在しないという意味ではありません。<still> そ,れそれはそこに機能しています。 えー、しかしそれを私たちはその頭の中だけではなく、えー、自分の習慣としてあるいは感情的に、えー、理解していたならば。で、えー、それができたならば、私たちはこの4つの枠クスベテを取り去ることができるわけです。少し曖昧な例ち申し上げますと、ちょっと、ちょと、と、 えー、映画を見ているとします。えー、そのストーリーの中に、えー、入っていきます。ゆうび probably sad, probably, probably get excited, probably laugh. わくわくしたり、えー、悲しく思ったり、えー、そして笑ったりするでしょう。 しかしそれが起こっている間中ずっとそれは存在していないということを分かっているわけです。<laughs> ですからそこで一時停止をしたり元に、少し戻ったり、少し前に進めたりということができるわけです。で h からシャリプーラ、アバルグテスワラ、シャクチャムニーは、クリニックの相手で でこれがシャーリプトラ、観音菩薩、そしてブッダが自己への執着ということに対処した方法なわけです。So、identity itself is an illusion.So there is no base for crisis.Identity <laughs> そのものも幻想、幻影の一つであります。ですからそこに危機というのはありません。Okay.That's Just a very brief, I wanted to sort of. My purpose is really to make you appreciate the Heart Sutra. That it is so relevant, more relevant today than ever. そしてそれは今までより以上にこの現代の私たちの生活にその適切さを持っているわけです。That is why sometimes this is also referred as ダラニ that dispels all suffering. ですからこれが時に苦しみを全て取り去るダラニというふうに言われる理由でもあります。Okay, if there's any questions. Uh, thank you for today's talk uh, and everything you said. A lot of questions I had you already uh, replied to. But I was wondering um, what happens when as a practitioner, even a very bad one, um, one sees people that are kind of stuck in in the repetition of their suffering kind of as an entertainment, and you want to kind of show them the dharma so maybe you can think that they need the dharma but they don't want it so sometimes in your activities as a teacher it's kind of clear that you teach but i know you also make films and other things uh, do you sometimes do that in a sense like putting the dharma inside something attractive so people get in touch with the teachings in a way that is kind of a new or appealing yes all skillful means applies including not even talking with them

えっと、そう思ってない。自分の、えっと、苦しみの、えっと、なんか、うんに、なんかの、の飲み込まれている。そ,その、なんか、苦しみの繰り返しの中に、なんか、楽しみのような感じで体験して、えっと、に、に、に、なんか、逃げたい気持ちがない。それで、えっと、自分が、えっと、まあ、仏法を勉強してるとか、まあ、 えっと、I will repeat mm -hmm. uh, the important part of the question, sorry. Uh, in the end, like, so, what do you do when you encounter people that do not want uh, the dharma, but maybe you think they need it. Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. <laughs> もう一回ごめんなさい。えっ、ー、と、質問を私なりに理解したように簡潔に申し上げると、そのまだ自分が苦しんでいるということをまだきちんと分かっていない人、で、その日常の実は苦しみの中にいるんだけども、それをゲームのように楽しんでしまっていて、えー、仏法によってその苦しみから抜け出したいという、その意欲もまだないような人に、えー、リポちゃんどのように教えられますかと。 <Okay. S 2> is that right? that <laughs> というふうにご質問をされました。で、リンポチェからのお答えは、それにはいろいろな種類の方便を使って教えを教え導きますとで、その方便の中にはその何も話さないという方便も含まれていますというお答えでした。o k a ありがとうございます。 私の質問としては、私が仏教と幼一の思想とかを今学んでます。で、催眠術師もとしてもやってます。で、あの、人の、人を催眠するときに、人の潜在意識をに聞いて、その人が、その人の前世とか前々生とかのことを全部聞けます。 で、その人の選定意識が、この人のこの人生が、例えば、あの前世がうまくやってないことを、あの、この人生をやり直すとか、そういう目標があるということもあり、で、あと、あの、その人が生まれ変わる前に、もうこの人生何を体験するか、もう決まってて、この人生に生まれ変わ変わったら何を体験するとか、ということもあって、で、あとは、あの、この人の、 この人生が課題も目標全部なくて、ただ自由に遊ぶだけで、人生を楽しめるだけで、という場合もあります。で、それは仏教の生まれ変わることとの説もちょっと違うかなって思いますので,で、仏教からどういう、どう思って思いますかで人生は一体なぜこの世界に生まれ変わるかちょっと Do you want to say it in Japanese, uh, English, or do you want me to translate? Oh, please help me translate. Ah, mm -hmm. ah, okay. Um, as far as I understood, um, she can see that other people, uh, what kind of uh, past life the the uh, the other people um had, and uh, when when um, they want to um, do this life again. Um, she actually can see, i'm not sure if i'm understanding well, um, it, they, she can see that um, what kind of life that's, that particular person is going through. and that kind of notion, perhaps, is a little different from buddhist notion of reincarnation. Um, so she wants to hear what the, the Lymphoge's reaction is. Yes, yes. Uh, because I am a hypnotist, and when yeah. I do hypnotize to the clients, and the client's the subconscious said um, um, his past life didn't do very well, so he will try again this life. Or some people, some people's subconscious will say. Oh, I can't hear you. Yeah, I think I will just answer okay. this. Mm -hmm. Okay. For the Buddhists, all this is not really, it's a... I should tell you this, yeah. I think, this is actually part of the thing again, I think It is you know the in, uh, issues such as reincarnation and the Buddhist believing in reincarnation, Buddhists believing in karma as a Buddhist identity actually is a much later. シンジルとかカルマをシンジルというのはその部況の歴史の中ではあかなり後になって起こってきたことです。Um, It's like,、um, you know, if you are teaching mathematics,、um, you know, simple mathematics like, you know, Like div dividing and you know, like um, what do you call it, multiplying and all of that is given. It's just there. You't That's not a main subject.: So you can say that uh, Buddhists will kind of accept these. ですから、そこにあるものとして、その生まれ変わりというのも信じる、そして受け入れるわけですけれども、しかし、その生まれ変わりというのは究極の真理ではありません。 でカルマについても同じです。それは、将棋体、究極の真理の範囲のものではありません。Coming back to our subject,、うん、for Buddhism, Reincarnation, Karma, these are all one of these boxes. で、私たちのその言っていた主題に戻りますけれども、生まれ変わりもカルマも、その一つの枠組みの中のもの中のものにすぎません。And ask if you ask them でその生まれ変わりやカルマについて、信じるというのはいいことですかというふうに聞かれたら、まあちょっと役に立つかもしれないから信じたらいいんじゃないかなというような答えになります。Okay, so it's like this.Okay, so if you ask a Buddhist, how about、um, I don't believe in reincarnation, I don't believe in karma? 仏教徒に私は生まれ変わりもカルマも信じないよというふうに言ったとします。で、仏教徒はそれを聞いてそれはより複雑なその枠だというふうに思います。カスケット。カスケットのようなものですね。believing in karma, believing in reincarnation is like a paper box. ペーパーボックス。スペーパーボックス。エ<ペ>ーザイトデストロイ。生まれ変わりを信じるとか、カルマを信じるというのは、その紙の箱、捨てるのも簡単な紙の箱の中にいるということですね。ニヘリニヘリズム。ニヘリズム。e ヘリズム。ニヘリズム。ニヘリズム。ニ e リズム。ニヘリズム。ニヘリズム。ニ n リズム。o ヘリズム。ニヘリズム。ニヘ e ズム。ニヘリズム。ニ a r ズム。ニヘリ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 ズム。ニ ボンス。でンス。バンス。今、ここに,ののにいるときに、今、私たちのいています。バンス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 。バいス。バン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 ス。s ンス。バ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  新しい言葉でしょうかそれとも昔からある言葉でしょうか生まれ変わりというのは日本語の生まれ変わりという言葉は,う言葉はあ、ンリン,リン what is in Chinese what does that mean I'm asking this because you know, our language is also so influenced.、うん、Again, going back to my Bhutanese fellow Bhutanese. Sometimes my fellow Bhutanese, especially educated fellow b u t a n e s t h e annoy me sometimes. They relate to Buddhism with a tool,、um, the sort of English tool, colonial tool. Then it doesn't work.

そこに魂があるとで、バトルフライ、バトルフ t イとで、フィッシュ、オーダー。ニワトリからチになり、チから魚になる。Buddhists don't believe in soul。その、魂まということは、仏教とは信じないわけです。So when the ですから、この、リインカネーションという言葉を使うときには、とても注意深く使わなければいけません。But many Buddhist elites ブータンのエリートたちは、キリスト教のミッション系の学校で教育を受けていますから、キリスト教の言葉、単語や、キリスト教のマインドセットでいるわけですね。それが私をイライラさせるわけです。 Word リンカネーションという言葉のチベット語はリンカネこのョンシーという言葉はとても複雑な意味を持った言葉です。 でこのヤンシーという言葉を英語に直すと、継続性、コンティニューイティということになるだろうと思います。現代の日本人が、科学的な心を持った日本人が、犯罪を犯したとします。そして警察が来て、次の日、逮捕します。 裁判になります。日本の科学的な心を持った日本人はああ昨日の私は違う私ですって言えるでしょう。か。今日の私です、私は今日の私です、私は無罪ですって言えるでしょう。科学 科学的にはそれできるかもしれませんしかし人間の世界ではそれは難しい。あなたの指紋がもあるわけです。それがあ仏教のいうところのリインカネーションの生まれ変わりなわけです。Yeah. So でそれはあもっとお複雑なものですね。For you. ちょっと思い出しましたので、非常に、えー、重要な引用を皆さんと共有したいと思います。これはチャンドラ・キルティの言った言葉です。私はこれを言ったことで t s は f g を o d k こと m a lot of うん、で、仏教徒の目的というのは、ああ、いいカルマを集めることだね。というふうに言います。で、そこに、このチャンドラギルティの引用がきます。チャンドラギルティは。言ったあなたが愚か者で、だったら。悪いことをします。そして、地獄へ行きます。あなたが愚か者だったら。 You do good things、えいいことをして、and heaven、go to え天国へ行きます。Both idiot <eat>、両方とも愚か者です。If you are wise, 賢い人でやったら、you transcend box, you know, transcend and then go to liberation, 枠箱を越え waku hako o koyte, s o s So actually. ですから実際に仏教とかやることというのは悪いカルマに神経質になったり、いいカルマを集めようと、マイレージのポイントのように集めようとしたりするということではなく、そこを超えていくということです。 でそれが私たちが今まで今日話してきたことと関係するわけです、ね。Okay,、a、few more q u e s t i o n s o o r e extra 質問があれば。Yeah. Whoever has the mic, please.Thank you, Rinpoche. I have a question regarding to the first boxes that you're talking about, wish to be useful.So,、uh, what is the difference or the relationship between wish to be useful and the aspirations that you wish to bring the ultimate benefit to all the sentient beings? and does this uh, so called aspirations or putichita is also in some kind of boxes as well thank you えっと、リンポチェがおっしゃっていた最初の枠について、えー、最初の枠でその役に立ちたいということを言っていましたが、それについての質問です。えー、その、お私たち仏教徒は生きとし生けるものべての利益になりたいという願いを持ちますけれども、それとそこ,そこでおっしゃっていた役に立つということは違うのでしょうか同じでしょうかまた、ボディチタというのも、そのお、この、ここで言っている枠の一つなのでしょうかダイシですね。Yeah, ごめんなさい。 このお,おっしゃった aspiration、えー、願,願いというのは生きとし生けるものすべての利アになりますようにという願いというのはあそ,それを超越そのお 般若心経でいうところのその超越をした超えたときに、えー、その願いになるわけであって、えー、それを超越してないときにはただ私たちをがんじがらみにするものに過ぎないことです OK 1 more、yes. Thank you, r a m c h a n I'm very honored to meet you again at Tokyo after seven years. Thank you for your teachings. May I request the Ayat-Chara transmission? s May, may I request the Arachara transmission? Mm. Okay. Okay. Um, can, you, can we exchange number or something like that, and then I will give you? <laughs> okay, thank you, <laughs> Okay, one, one more question. Oh, one, two, three, and then we end okay. is the survival and continuity of the buddha dharma necessary for a bodhisattva to fulfill the aspiration to liberate all sentient beings. or is this, like you said, to something that's still trapped in bondage? aspiring, you aspiring to liberate all sentient beings is actually very much within the context of going transcending. aspiring to benefit all sentient beings. 生きとし生きの全ての利益になりたいというのは、それはその、そこを超えているということと同等だと思います。同義だと思います。OK。宣言、連絡ええちょっとチャ,ンあのチャンスレートお願いします。えー、っとねあの、さっきの羽根神経の中で、 えー、四季不育空腹式です。中で、中層業式もね、あの、薬部尿児というのね、えー、ことがおっしゃってるんで、あの、リンバーチューであの、まあ、四季不育空腹式っていうに関しては、あの、今の現代科学で、量子力学とかなんかあの、そういう発見によって、タイプ理解ができますけども、中層業式についても、あの、どれだけ不育、 っていうのねあの例を一つ挙していただきたいです。よねよろしくお願いします。リンプジャーンの例は、フォームは emptiness、emptiness はフォーム。 It's, it's also empty in nature. Mm -hmm. um, so the question is: there are um, sort of in, in, in the science that um, um, st start proving that um, form is emptiness, emptiness mm -hmm. is form. But when it comes to um, filling perception, that that, that, that mm -hmm. um, part, um, um, he he wants Limpocher um, to uh, give some example. When it comes to the, the feeling perception, feeling, uh, yeah, feeling perception. Yes, yes, yeah. Uh, That's an important question. Mm. Yeah, you know, in Bu the Buddhist. な sort of, you know,、okay? ので、これが何かの質問です。Buddhists think that whenever we think of us, me, I, there are four things we are thinking of: body, <体> feeling,

OK, study on this. You are right. When it reaches to feeling、uh huh. and then mind, even less study.、えー、しし Almost none. And then the most difficult one is the last one. そしてもとも難しいのは最後のものです。Like うん、でそれは三生点という, <Yeah. S 1> ようなものです。 で、この感覚、そして心、そして三焦点のに部分に関しては、それが仏教が非常に豊かなその見識を持っている部分ですので、非常に深いことが言われています、仏教の中で。で、この質問を心に止めておいて、止めておいて、

ハニシンキョのお、えー、ルンですね。<Yeah. S 1> を授ててください。<Okay. S 1> ということでしたので、もう o k お、お、最後にということです。はこれで終わりにします。Um, really, I want to express my 皆さんとつながりを持つことができましたことを大変嬉しく思っています。 この今日のような主題について時間やお金や労力を使う方というのはそれほど多くはありませんチベット語でこれから般若神経を読みます

대내상지 지투 세단데 마샤리부 전주스 마셈바지 뭐 바바 젠데스 원주르 되게 짐을에서 리지부 강한라라 샤르지 파르드 짐에서 미체베 체베르데베 지더라바자 되게 짐을 받던 전주스 마셈바지 뭐 바바 젠데스 원주르 세단데 마샤라다 디불레 되게 짐해서 샤리부 리지부 암 리지부 뭐 강한라라 샤르지 파르드 짐에서 미체베 체베르데베 디 디터는 버터 버터 차대 품봉은 버터 장아진지 동벌 이 zhūb tōngpao, tōngpa nyi zhū, tōngpa nyi zhēmei, tōngpa nyi zhū zhēmāyino, tēzhino, tsurwa tōng, tūshī tōng, tūshī tōng, nāmbara shēpa nā tōngpao wō. shērību tētār, chūyatam zhī tōngpa nyi zhī tsīnyi mei pa, mājī pa mānggāpa chī mānggāpa chī māta chōwa, chī huwa mei pa kāwa māi pa wā, shērību tētār wā, tōngpa nyi zhū mei, tsurwa chwe me do me gi kham me parne iji kham iji nampar chibi kham chibar dhaya me do ma ri par me ma ri par sepa me parne kashi me